側をやられていて、はい、そのリアルな、その実際にデータがどうとかじゃなくて、実際にリアルでいろんな人と関わられていて、はい、すごくやっぱり亡くなっている方が多いとか、はい、なんかその辺っていうのはどんな感覚だったの？いつぐらいからこう、多分もともとはなんかおかしいんじゃないかっていうところから始まって、はい、でもまあ今回のそのね、〇〇〇〇に関しては、はい、まあ、2021年でしたっけ、うん、始まったのが、はい、でその後その年も2022年、23年と、はい、やっぱりこう死亡者数増えていってるなっていうので、はい、で私もそのうちのお寺の葬儀件数がどんどん増えていったということと、やっぱりそれはもう全然違うぐらい増えてるんです。増えました、増えました。あの年間大体30件ぐらいのお葬式が80件、はい、90件だった。ああ、じゃあもう3倍近くになってるって。そうなんです。ちょっと異常ですよね。異常です。これは僕のお寺だけじゃなく、うちの仲間のお寺もそうだったので、はいはいはい、一番やっぱりこう強くというか、うちのお檀家さんが実はうちのお寺のそこにあの、まあ、喫茶コーナーがあるんですけども、はい、そこで亡くなられたんですよ。突然お参りに来られて、はいはい、ご主人様の納骨堂にお参りをされて、そしてご本尊にもちゃんとお参りをされて、うん、そしてちょっと話してる時にちょっと胸苦しいなって、まあ、狭心症かなんか持たれてたのかな、はい、心臓にちょっと病がお持ちになってて、うん、でもちろん接種もされてたんで、はい、もう打つんじゃないよっていう話も常にやってて、でちょっと休憩させてねっていうので椅子に座ってる時に意識なくされて、はい、そしてもそこでもうあの心臓マッサージとかバーッとやって、救急車呼ん で救急隊の人からこう電話でいろんなやり方を教えられながらやって、はい、でもそれでもまあそこで亡くなられて、それからですね本当に憎たらしくなったのが、それがいつぐらいな、どのぐらい前になるんですか？去年ですね、はい、去年の、まあ、日にちは覚えてるんですけど10日、はいはいはい、もうとにかくおばあちゃんが亡くなった時にメディアがとか、まあ、CM とかでも家族のためにとか大切な人のためにとか、うん、日本人が一番弱いとこですよね。もうそういったところ、 そしてまた御用学者みたいな人たちがいろんなことで持ちよりも安全ですよとかなんか抜かしてた人もいるし、言ってましたね、はい、いろんなことを見るたびにもう憤怒の層ですよね。もう怒りしかない、はいはい、ふざけるなと、これだけ人が亡くなってる、うん、そしてこれだけ人が苦しんでるのにもう安全だっていう、うん、それを言っているお前が、お前って言っちゃダメですねすいません、はい、あなたこそ、はい、もう我々の前でもう立て続けに打ってよと思いました、うんうん、もうそれほど憎たらしかったです、はいはい、うん、で突然ね訃報って入るんですけど、うん、えっていうような方が本当に立て続けだったんですよ。だから今までまだなそんなに亡くならないだろうっていうような元気だった人たちが亡くなられたりとか、はい、それとも50代60代の方の亡くなる比率が急激に増えたと、うん、本当におかしいんだなっていうことをもうひしひしと感じましたね。2020年からコロナが始まって、2020年は実は死者数減ってるんですよね。そうですよね。で〇〇〇〇がスタートして2021年から増え出して、で2021年も異常だったんだけど、2022年23年がもうバーンとグラフ見ると、うん、ね、日本の総死者数っていうのはすごいちょっと信じられないぐらい上がっていて、で2024年も今のところすごいんですよね。そうですよね。全然減ってないというか。だからなぜそこに、多分それはその厚生労働省のホームページとか見たら出てるんですかね、どうなのか分かんないですけど、はい、いろんなところでその情報を取りに行かなきゃいけないんですけど、当然その高齢者の方とか疎い人っていうのは自分で取りに行かないし、テレビでやらないですから、ね、やらないですから、だから絶対にこれメディアの責任なんですよ。いや本当に。で私自身も講演会をやった時に、うん、各北海道札幌のメディアにテレビ局ラジオ局に取材に来てくれとしたんですけど、はい、まあ、吉野にしてるテレビ関係者の方もいたん で、うん、でその方から連絡をいただいて、これは完全に上司から、あの住職、これは完全にメディア批判だと、あだから全然取り上げることができないって言われたと、はいはい、自分は本当はこれは流すべきと思ってるけど、うんうんうん、協力できない、申し訳ないって言ってくださった方もいるんですよ。でも本当にこればっかりは政府がどうのこうのとか、デマ太郎がなんとかとかみんなおっしゃるけども、うんうん、もちろん裏金の問題もいろいろあるんですけど、はい、全て
僕はもうほぼほぼメディア悪いと思います、うん、っていうかもう多分メディア自体がその売りたい側の人たちの手中に入っているの で、都合の悪いことはもう当然鳴らさないということですよね。まあ、でもところどころでね、なんかあの自分たちの免罪符みたいに、ね、うん、某国営放送もやってましたけどね、丸々のね、はい、あれをやってましたけど、要接種健康被害救済制度のことを初めてちょっと前に取り上げましたね。あれ1回だけですもんね。ですよね。だからそれが自分たちの免罪符だって、いや我々はこういう報道をしたんですよっていうことを、うん、まあ、どっかで使うんでしょうね。うん、だからもうそれこそ本当に人間の一番こう憎悪というか汚い部分が今横行しているというのはもう間違いないでしょう。そうですよね、はい、うん、だから本当にその私たちに限らずですけど、これじゃダメなんじゃないかという、うん、心がもう清らかな人たちの声はもう全然届かないですよね。届かない。届けたいからまた則武さんもこういうことをずっと発信されていると思うんで、はい、うん、その声を聞いたとしてもそれに関心がない人がいらっしゃるんで、あ、一般の人たちの中でもそうですよね、うん、でも周りで自分の大事な人がパタッと行った時に、果たしてその人がどう、この則武さんの配信をご覧になってた人とかが、うん、へえ、こんなことあるんだ、ふーんって言ってた人が、自分の大切な人がそういう目にあった時にそこで気づくんですかね。いや、気づいてほしいですけど、うん、はい、今その〇〇〇〇をどうのこうのよりも、うん、まあ、接種された方が8割ぐらいいらっしゃるということで、はい、うん、私たちは今もその解毒をする方法だとか、はい、打ったから悪いっていうことじゃないんで、知らないから打ったんでみんな、うん、でもそれを人間の免疫っていうのは我々が想像する以上に絶対強いものがあると思ってるんですよ、はい、だから諦めずに解毒をする、うん、自分の体質を改善していくっていうことを、うんうん、こうやったらどうでしょう、ああやったらどうですかっていうことを訴える中に今入れてるんで、はい、あ、なるほど、はい、だから全てがダメダメって、はい、もうそのことではなく、ね、うん、打った人たちはこうしていきましょう、こういう生活習慣つけたらどうでしょうかっていうのも、うん、あのお伝えはしてますずっと、はいはい、そうですよね、まあ、悪いのは確信犯的にこう推進してきた人たちであって、打ってる人も打ってない人もみんな被害者ですからね、はい、はい、もうしょうがないですよね、うん、